どっから見つけてきたのこれ。これはもうなんか、いやめっちゃ快適だよこれ、ね、これはオタクだね。いやオタクですね。ご自宅に。あ、ロージー TV のお二人、そしてトイプードルのロージーちゃんとシェリーちゃんとジェム君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロージーテレビ、うん、これ何、何ロージーテレビって、はい、チャンネル名が YouTube のチャンネル名がロージー TV でやってるんです、うん、そうかそうか、はい、もともとこの子一人ロージーだけがいて、ロージーが産んだ双子がこの二人なんですよ。あ、そう、はい、ママなんだ。これママなんです。あ、ママ。ママのがちっちゃい？一番小さいんです、うん、息子は倍以上の体重があるんですけど。あ、じゃあこの子の番組だったの。もともとはこの子だけでやってて、うん、でその出産とかも YouTube に出したりとかして、うんうん、で増えて今ロージー TV っていう名前に変えたんですけど、もともとは家の中とか、まあ、うち家の前に畑とかあるので、うん、畑で遊んでる動画とかが多かったんですけど。どちらですか。広島です。え、広島から来たの、はい、広島のちょっと、はい、ちょっと外れ、広島市の外れの方で。広島から今日も車で来てくれたの。あ、そうなんです、キャンピングカーで。あ、マジかい、長谷さんじました。ありがとうございます。何時間ぐらいだったんですか。まあ、ゆっくり来るので丸1日ぐらいかけて、途中寝ながら、うーん、多分ぶっ続けて10時間ぐらい。サービスエリアです。はい、道の駅とか。あ、はい、道の駅も泊まります。ここはこの撮影場所がサービスエリアから近かったので、うん、高速道路から近かったので、ーサービスエリアで宿泊しました。これ犬とカヤック行って飛び込まないの。あ、飛び込まなかったですね。でも、まあ、この子は昔池に飛び込んだことはあったよね。飛び込ん、落ちたの、うん、落ちたことはあるんですけど、今回は大丈夫でした。だからあれだよね、車だけじゃなくて日々の生活がアクティブですよね、うん、今回あの初めて長野県でいろいろアクティブなことを経験して、うん、楽しかったね、バギーに乗ったり、これは今のは今のは多分キャンピングカーでお雑煮を食べてますね。え、年間どのくらい行ってんですか、うん、数えてみたら30回ぐらいは。今回このキャンピングカーが来てまだ11ヶ月なんですよ。で、その今回ちょっと番組に出るにあたり数えてみたら30泊ぐらいだったという。え、普段の仕事は何してるんですか。私は、あのサラリーマンなんですけど。え、そんな30泊やったらクビになっちゃうでしょ。危ないよね。ね、危ない。もうクビになってますよね。いや半分になってます。へえ、みんなママが好きですね。あ、そうなんですよ。ちょっとパパかわいそうなんです。幽霊が全然違って、うん、ママのことを触ろうとすると怒られちゃうんだもんね。そう触るなって怒られるんで、だって言われちゃって、うん、ギャン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 って言われちゃう。ズバリキャンピングカーでワンちゃんと旅をする魅力を教えてください、うん、常に好きなところに行けれるっていうのがいいかなと思うんですけど、うん、気に入った場所があったら本当はすぐに見て次に移動する予定だったのを、うん、そこで半日過ごしたんよね、気に入って、うん、その風景が気に入って半日過ごしたりとか、旅館だったらもう行かないといけないのが決まってるんですけど、うん、キャンピングカーなので、うん、ね、はい、もうどん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 予定を変えながらその行き当たりばったりの旅ができるのがいいかなと思ってます、うん、確かに。え、だってキャンピングカーにしたのが11ヶ月前でしょ、うん、え、それまでは何乗ってたの。それまでは最初がステップワゴンで車中泊して、うんうん、でステップワゴンの時はベッドマットを敷いてたんですよ、うん、でその後エスクワイヤーに変えてからベッドキットっていうちょっとかっこいいベッドになったんですよ、うん、でその後どんどんエスカレートしてってキャンピングカーになったので、うん、車中泊自体は何年かな、もうこの子が来た8年前ぐらいから、はい、やってるんですけど、うん、ご主人が、うん、全然喋りませんよね。山本さん、もう二人の関係というか、もう多分これは主導権がね。キャンピングカーの中でも多分ご主人うなずいてるだけだと思うんだ。お金は出すけども、ね、今一番笑ってますからね。確かに、だって全員ママの味方ですもんこれね。ねご主人たちも厳しいよね。金だけ出して、俺は全然お金出すもん。なんかね。見たいですね、見たいですね、はい、はい、ではですね、ロージー TV のお二人が犬旅を楽しんでいるキャンピングカーを見に行きましょう、うん、はい、
はい、ではロージー TV のお二人、こちらの車は何でしょう。イタリアのフィアットデュカトという車です。デュカト、え、どっから見つけてきたのこれ。あ、これはうちはマルチルームが欲しくて、あのキャブコンとバンコンってあるんですけど、バンコンのタイプでなるべく大きくて居住性のいいものを探してまして、でいろいろネットとか YouTube で調べて吟味してこれにしました。いくらしたのこれ。これね、なんだかんだで1200近くするよね。しますよ。ででバッと見がさ、うん、高そうだもん。高そうですよね。でもフィアットは今すごく日本でも大人気なんですよ。あのキャンピングカーとして注目されてるんで、うん、そう。デュカトのね、キャンピングカーですよね、うん、だけどさ、数あるキャンピングカーの中からなんでこれを選んだの。中が立って乗れるんですよ。そういうこと。しゃがむ必要がないんで、とあの常設のベッドと常設のリビングで、この人がお酒が大好きで、もうお酒にちょっと溺れてるんで、あのご飯食べた後ベッド展開するのはちょっときついかなと思って常設ベッドのものを探してました。ちょっと見させてもらっていいですか。どうぞ、はい、じゃあちょっとお靴脱いでお邪魔しますか。いや全然こうやってやんなくていいもんね、うん、いや全然だってますね普通にね。ああもうこれはまあね、うん、これは全然、あ、ごめんなさい。いやこれはいいわ。あらこれはもうなんか、いやめっちゃ快適だよこれ、ね、これはお宅だね。いやお宅ですね。ご自宅に。あ、これがねもう常設のベッドで。いや旦那が稼いだんじゃないで、ロージー君が稼いだロージー君が稼いでこれを買えた。そうですよね。この足がちょっと外国製なので椅子が高いんですよ、はい、なので足がプラプラしてちょっと居心地が悪いので、下にあのあそこにある青い、あ、これ箱を下に置いたらちょうどよくって。なるほど、オットマン的な。いやこれプラプラいいよね、うんうん、足プラプラいいよあ、そうですか。なかなかいや、よくできてる、ね、よくできてるよ。完成度高いな、やはり、ね、え、なんかここを見てっていうポイント他にもありますか。うん、ここ見てくれっていうところ。マルチルームって言って、あそこに箱が後ろに2列目の箱、それがトイレとシャワールームになってます。え、使えるの。はい、普通にシャワーとして、あ、電気つけてなかった。あ、使えるんだ。あ、いい。使ってるんですか。使ってます。あ、それ開けてもらって大丈夫です。ガスコンロが2口がついてて、綺麗。へえ。いや家だよね。家家、完全にお家。もうこれだったら3年住めんね、これ。うん、いやいいよこれ、よくできてる本当に。ワンルームに近いような感じで。そうですよね。はい、ですね。これはいやよくできてるよこれ。すごいすごい。うん。うん、FF ヒーターって言って、あの中をぬくめるヒーターがあるんですけど、うん、それをつけっぱなしにしてたらお湯が勝手に沸くんですよ。お湯自分で沸かせることもできるんですけど、 FF ヒーターつけてたら勝手にお湯が沸くので、ワンちゃんの足を洗ってあげるときにお湯で、はい、寒いときに洗ってあげる。冬はほら、はい、別バッテリーで中を温めるんですか。あ、軽油で温めます。あ、軽油で。ディーゼルで走るんですけど、はい、その走る軽油と同じ軽油を使うので、うん、手間かからずに温めることができます。いやこれはよくできてるわ。音は、あ、その FF ヒーターの音ですか、うんうん、特にしないです。特にしない、はい、じゃあですね、夜寝てても静かで。あ、静かです、はい、そうです、静かです。普通のエアコンの音ぐらいですか。夜あそこ後ろにクーラーがついてるんですけど、ええ、あれはちょっとうるさいね。多少ちょっと音がします、ね、やっぱり可動音がするので寝るときちょっとうるさいなと。ね、寝るときは例えば冬なんかは電気毛布とか電気シップみたいな。は前の車のときは電気毛布使ってたんですけど、これになってからは使ってないです。もう全体を温めるので、なんかお正月とかも2泊3日とか行っても、うん、もう出かけるときに FF ヒーターつけて3日間ずっとつけっぱなしにするので、うん、もう車に戻ったらすぐコート脱いで、あったかいところで手洗ってうがいしてみたいな感じで。お、ここはね、いいよね、そこも開くし、ほら、うん、あ、ここも開きますね、運転席の上、うん、開放的だね、開放的、すごい開放的。それ外してもらって大丈夫です。あ、これね、あ、はい、引っ張ったら外れると思います。ほら、めっちゃ開放的。これか、本当だ。これは本当に移動するマンションだね。うんうん、
家いらないね。いらないよ。でも水道を汲まないといけないから水道を90リットルタンクがあるんですけど汲まないといけないからどこかによって例えば RV パークとかで水を汲むとか家で汲んでから出るとかどこかによらないと例えばガソリンスタンドで行ってる時にお水もくださいって言うんですか。いや言ったことない。あの90リットルあるので今まで足りなくなったことがないんですよ、うん、なのでまだそれは言ったことない、ね、言ったことないね。あそう、はい、へ俺だったら公園に行って水ジャブジャブ水道代かかんないもん、ね、いやいいよこれ怖い家だよ家。いや本当お家ですね。家だな。これはね家だよこれ。いやすごいすごい。大きすぎて不便なことってないんですか。例えば山道が例えば実は結構あの 塀から木が出てる時とかあるじゃないですか。あの木にこすってちょっとあの線がついたりとかはしてます。あ、まあそうだね。普段使い私してるので。え普段使いしてるんですこれ。これでスーパー行ったり。えこれ、ね、はい。駐車場も特にそんな困あの機械式のゲートが低いところは通れないんですけど、平面はどこも止めれる感じなので、うん、これ横幅いくつですか。幅は2メートル5センチ。あ高さは2.8 です。お結構あるね。もう高さはもう、ね、だいたい 2.2 だからね。都内は、ね、そうですね。こんなでかいもので買い物に行く。行きます行きますね。え、だって燃費悪いよこれ。いえそれが意外と燃費がよくってディーゼルなんですけど普段使いだったら11とか12ぐらい走るんですよ。高速だったらあの 16.5 とか18とかでも行くときあるので。それは立派だよね。立派、うん、こんなでかくて重いのにさ、ね、いやそれは立派だ。すごいわ。あいいなこれ、うんね、行きますか。行きますか。行きましょう。 いいな、うん。これはいいわ。まあ土屋さんだったら乗りこなせるね。まあ間違いない。いい乗りこなすとかじゃなくてさ、うん、これだって家いらないじゃん、うんうん、ね、いやかっこいいよね。ほんとかっこいいですよね、うん、最高ですよ。見た目もかっこいい。はい、どうぞどうぞこちらへ、はい、うん、見た目もかっこいいし居住性もいいしさ、これはいいわ、本当に。よかったね、ワンルーム。ほんとですね。こういうのって頼んでからどのぐらいで納車されるんですか。コロナでイタリアがロックダウンしてる時期だったので、うん、1年半ぐらいかかりました。いやこれはいい買い物見せてもらいましたね、はい、はい、じゃあロージー TV のお二人、愛犬のロージーちゃん、シェリーちゃん、ジェム君、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ今回はですね、うん、犬旅の魅力に迫りましたが、最高でしたね。最高でしたよね。最高ですよ、うん、さそれぞれさ、そのちっちゃいのからフィアットまで、うん、ね、でかいのまで、はい、それぞれこうなんか魅力があるね。ああそうだね、うん、ちっちゃいのはちっちゃいので工夫してさ、うん、なんかあの居住性よくしてるし、そうですね、うんうん、まあ、その人のなんか ね運転する力量もあるしね、うんうんうん、あんまり大きいとさ、はい、それだけで疲れちゃう、まあ、確かにそういう方もいるしね、うん、そうだよね、うん、本当に。いやあの日産のはびっくりした。いい、あれは思ったよりいい。あれいいですよね、うん、見た目は大したことないんだけどいやあれはね中身がちゃんとこうなんか居心地がいいように作ってんだなっていう、ね、フィアットはやっぱさ、やっぱ高いだけのことはあるな。まあ確かお家ですよ ね、もうね、家だよね、ワンルームだよね。でもあのね、あの最初のあのホンダの、うん、バモス、あれバモスの、うん、ホビオも、うん、なんかあの女性がすごくセンスがいいから、センス良かったですね、おしゃれだったね、うん、輝いてたよね。いや本当にそうですよ。どうでしたっけじゃあ。いやあのね、どれも本当三種三様で、うん、ちょっとこうやってみたいなって気持ちもありますよね、うん、こういう旅をね、うん、はい、土屋さんも夜の街だけじゃなくて自然の中の旅も行ってください。でも、ね、多分こういったも多分私は飲んでくれてると思いますけどね。私もそう思います、どこに行ってもね、はい、はい、ではここまでにしたいと思います。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では
公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。